当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。動かない、カレンダーが。ちょっとのクリアランスが悪いんだよ。少しのクリアランス。だからどうしようかな。だから、まあ先ほどもね、見た通り、やはりカレンダーが回らなかったので、やはりクリアランスの問題です。文字盤とそしてカレンダーディスクのクリアランスの問題。なのでクリアランスを少し上げていこうと思ってます。どうしてもやはり見事な場合、きちっとこう、なんていうかな、組み上げられてるというか、きちんとこう仕上げられてるのでね、こういったこのクリアランスというのはなくす傾向にあるんですよね。やっぱり作り込みがいいのでね。なのでクリアランスを設けるためには、まず安定の両面テープですね。まあ、正直言って両面テープって苦肉の策です。まあ、今回はどれぐらいのクリアランスでこのカレンダーディスクを動かすことができるのかというような実験です。なのでまあいろいろやってみて、正直ね、時計もズタボロになってます。ガンガンこう地べたに置いたりしてますからズタボロですが、まずは両面テープ1枚分です。両面テープ1枚分のクリアランス、これでカレンダーディスクが動くのかどうか見ていきましょう。で、貼った後ですね、内側にはみ出したリングですね、スペーサーリングの内側にはみ出した両面テープ、これもきっちりね、除去しておきましょう。ここにカレンダーディスクがついてしまうとカレンダーディスクが回らない原因になります。あと気になっているのはインデックスの、ボンドですよね。ボンドも意外と盛り上がったりしてますので、まあそこもね、気になるんですが、まあリングがその上にね、スペーサーリングがその上に乗ってるので、そこはあんまり関係ないんじゃないかなと思って、今回は除去してません。今回除去しているのは両面テープですね。内側にはみ出た両面テープ。これをね、除去しております。外側はまだね、いいかな。まずね、両面テープ1枚分のクリアランスでカレンダーディスクが回るのかどうか、これを見ていきましょう。見えました。実は半分動いて半分止まったんです。まあ動いてるところしか見えてませんでした。半分動いて半分止まりました。うわーと思って、ってことはまだまだクリアランスが必要です。なのでさらに両面テープもう1枚、まあ、4箇所ですね。先ほどの両面テープの上にこの両面テープを貼り付け、そして両面テープ2枚分のクリアランスでどういう風になるか見ていきましょう。まあ2枚分とはいえどれぐらいの厚さになるかな。本当に、まあ、0.056mm ぐらいだと思うんですけどね。1ミリはないね、さすがにね。1ミリっちゃでかいですから。これでどれぐらいのクリアランスが生まれるのかを見ていきます。で、また先ほどと同様、しっかりとね、はみ出た両面テープをしっかり、内側のはみ出た両面テープですね、これをきっちりと除去していきます。まあ、どうなるかな。いった。両面テープ2枚のクリアランスだね。2枚だから結構な厚さだね。結構な厚さはあると思う。よし。稼働はできました。カレンダーディスクがすんなり回ってますね。では戻していきましょう。
これもそうじゃん。さあきっちりと裏蓋も閉めて装着しましたが、見てください、全くもってカレンダーが回りません。出たよ、こういうことが起きるんですよ。またこれがね、嫌なのよ。まあこうなってしまっては日送りもできませんから、要はなんていうのかな、やはりこのスペーサーによって、スペーサーはムーブメントを固定してるんですよ。でそのスペーサーを裏蓋を閉めた時にスペーサーが裏蓋を押す、そういった時に文字盤を押すことになりますので、ムーブメントと文字盤を押すことになるんですよ。なので先ほどの両面テープ、両面テープは柔らかいですから、その両面テープが潰れてしまってんだね。要は両面テープが潰れてしまってるもんで、そのまたせっかく生まれたクリアランスを潰してしまってるんですね。よくない。なのでほら、ケースから外した時に動くじゃないですか。カレンダーディスク動いてますね。きっちり動いてるんです。カレンダーディスク回ってるんです。こういったこと大きいんだよね。いやーこれさ、まあどうにか解決しようと思いますんでね、次回もまたやっていきましょう。ということで、ね、こういうことが起きるんです。だからやりたくないんですよ。ダブルカレンダータイプにこうね、カレンダーを貼り付けて、でまたケースに戻す。ケースに戻さなかった時は良かったんですけど、要は両面テープを使ってるもんだから、両面テープ要は弾性です、ちょっと柔らかいじゃないですか。なのでムーブメントが押されるというような感じになるんですよ。ちょっと書いていきましょう。カレンダーディスク、また先ほど書いていきましょう。ダブルカレンダー2枚目、そしてスペーサー、これで動かなかったじゃないですか。これで動かなかったので文字盤を外しますと。またぶった切りですよ、ぶった切りの説明です。なのでここに両面テープを1枚2枚でからと文字盤を載せたんです。こんな形をとってここのクリアランスを開けたんです。ケースに戻さなかった時は大丈夫だったんです。ケースのそのままだった時は大丈夫だったんですが、ケースに入れましたと、これが時計のケースですね。このままでは良かったんです。では裏蓋を乗せてスペーサーを押せましたと。スペーサーこういう感じだな。結構この文字盤でね、ムーブメントを固定してるのでね、で裏蓋を締め込んでいくと、裏蓋ってこういう風になっていて、締め込めば締め込むほど裏蓋を締め込んでいくと、要はスペーサーを押すんです。スペーサーを押すことになるんですよ。押すとこれがどんどん上に行くもんだから、ムーブメントが上に上に行くんですよ。文字盤も押さえてる感じになってるんですけど、何よりもガッチリと
ムーブメントを固定してしまってるタイプのスペーサーなので、要は柔らかい両面テープを押すんだね。柔らかい両面テープを押しちゃってるんです。それによりこの当たりが発生しました。確実にこれが起きてます。やっぱ起きたね。やっぱこういうことが起きるんです、うん、だからやっぱダブルタイプのカレンダー、ダブルタイプのカレンダーはニオタにはあまり適さない、適しない、ね、でも今回は両面テープを使ったんです。まあね、一番最初に入る両面テープ使いますよね。両面テープ使うんです。こういうこと大きいんですよ。やっぱりね、柔らかいもんだからこういう風に伸び縮みする、要は収縮するもんですから、それによって文字盤を押し、文字盤とその両面テープが縮む、こうギュッて縮んでしまうんだよね。ケースに収まってない時はこのままの両面テープだったりさ、ケースに収まってで裏蓋を締め込んでいくと、だん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 こうね、押されてこうだん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 小さくなってくる。その間にやはりあの文字盤とディスクが当たって動かなくなるっていうから起きるんです、うん、あ、起きたなと思ってました。まあだからね、それはさ、両面テープまあじゃあもう一枚足せばいいじゃんって思うけど、なんか嫌じゃない両面テープってね、嫌じゃないなんか嫌じゃない、両面テープなんか嫌じゃん。もうなんかね、両面テープって正直苦肉の策だから、じゃあこれを安定してダブルカレンダーに組み込んで両面テープ3枚ほどやって、でこれで組み込みましょうって、なんか苦肉の策っぽくて嫌なのよ。なんか素人臭くて嫌だから、まあ、素人ですけど、なんか嫌なのよ。なんか嫌なのよ。でまたさらに、まあ、今回はね、またいろんなことを試すっていう回ですから、もうね、正直この時計たちはズタボロになってます研究材料になっちゃって、もうボロボロになってますから、もうズタボロに切って貼ったりしますから、でまあ、今後ねこれが生かされればいいかなと思ってるんで、結構ねいただいたもので、こういう風に研究に使わせていただいてます。ズタボロになっちゃってますけど、またこれにさらに、だから両面テープやめる、両面テープなので、まあ、これは苦肉の策だから、クリアランスの問題を今回はねちょっとね説明するために両面テープで組みましたが、今後またさらにね、いろいろなちょっと試したいことがやはりあります、うん、で今回組んじゃったので、またね違うパーツも実は注文してあるんです。違うパーツもまた注文してあって、それが来た時にまたもう一回やり直します。あのね、やっぱり両面テープ嫌なのよ。なんか素人臭くて素人臭いって素人なんだけど、両面テープってどうしても苦肉の策になるんですよ。これを安定して、じゃあダブルカレンダーこれからね、こういった注文が入った上で、じゃあ両面テープを3枚バンって、それじゃねえなと思ってるんですよ。そうじゃないなと思うんですよ。そうじゃない、そうではないんだよ。やはり両面テープではないんだよ。で今回みたいな両面テープはこう伸縮するもんだから、これじゃあこれでうまく組んだとはいえ、じゃあ痩せてきた時に、あれ痩せますから、両面テープね、乾燥が進むと痩せてきますから、痩せてきた時にどんどん縮むじゃないですか。縮んでしまった時にカレンダーの浮動が起きるということになるから、両面テープは使わずにということに次回またやっていきましょう。ちょっとねまた試したいこと、あの結構あるんです、いろいろあるのでね。あとね、あれカレンダーディスクを、ね、シングルカレンダーに貼るときですね、あの時も意外と問題があって、要はボンドの厚み、接着剤の厚みも加味しなきゃダメなんですよ。このシングルカレンダーに貼るだけじゃないです、接着剤を乗せてまたさらにカレンダーディスクを貼るんで、この接着剤の厚みっていうのもね加味しないと、でじゃあまたスペースはね開ければいいじゃんってなると、スペースを開けすぎると今度マキシンの位置ですね、マキシンの位置、ここのマキシンの位置のものがどんどん下がってくるので、どんどん下がってくるんですよ。ってことはずれてくるじゃないですか、マキシンの位置もあのずれてくるので、そういったこともこう考えながら、ちょうどいい頃合いのところで、で痩せずにあのカレンダーディスクがきちんと動き続けるというようなことをあのきちんと考えながら組んでいかないと、今後のそのね、このミオタのカレンダーディスク、ダブルカレンダータイプにできるのかっていうのは、あの、違うと思うから。何言ってんの？そういうことじゃないと思うから。ちょっとだから、いろいろ試してみます。またどんどんね、試していきましょう。さらにね、これを試すということが大事になってくるんではないかなと思ってます。
でちょっとねいろいろね気になるものがあるので、それをまた購入しています。まあ、注文しています。それが来た上でまたね第2弾第3弾と、あこれが第2弾ですけど、第3弾ちょっとやっていきましょう。あとやっぱりあのスペーサーとの兼ね合いもあると思うので、その辺もあれですね、だから今後はやっぱりちょっとねいい頃合いのクリアランスって絶対あるんですよ。絶対にいい頃合いのクリアランスがあるので、それをこれでパンパンって組んだ時にもうねあまりこうなんていうのこう切って貼ったせずともパンとパンパンと組めればもう進められるから、まあねカレンダーディスクはね接着剤でパッと貼るけども、なんかこうねワッシャーワッシャーワッシャーみたいな方な組み方の方がいいじゃないですか。それをまたね研究していきますから、せっかくね個体がいっぱいあるからぶつたもろになったんですけど研究し続くして、傷だらけになってます。文字盤なんか傷だらけで仕方ないんですよ。傷だらけにしちゃってますから、そういった時にねまたこうパーンとパーンと組めるようにさすればね、ちょっとまあやりたいことっていうか気になっていることがあるもん でそれが注文来た届いた時にまたやりましょう、まだまだだね、完璧だから完璧じゃないですよ。このミオタにダブルカレンダー組むってなかなかねうまくいかないんだよね。何回かやったことあるんですけどね、あんまりうまくいかないんだよ。こうなんていうのかな、ちょっとこうファジーなんだよね。なんかこうなんていうモヤモヤする感じ、パンパンと組む感じじゃないの。どうしてもこうパンパンと組みたいのよ。これオッケーみたいな完璧みたいな、そういうふうな組み方をしたいの俺は。なんかこう両面テープでクリアランス作ってちょっとね痩せるかもしれない、そういうのの心配しなくてもいいようにパンパンパンと組むような感じにしたいのが理想ですから、それを目指してねちょっと研究をしていきます。またねちょっと続きます。注文してるものが届いたら何を注文したかその時にねご紹介して、でまた組んでいきますんで、また楽しみにしててください。ちょっとね気になるからやっていきましょう。これがねまあねダブルカレンダーもう見事に完走できるようになればもうね2813使わなくても済むから、やっぱ2813多いんです、すごく多い、ダブルカレンダーテープはやっぱりね不具合が多いから、それでもね汎用機でしかないからさ不具合がまく出るから、これが見事にね入れ替えれるのであればそれも長持ちできますからね、ちょっとまた楽しみにしておいてください。ということでこういった日比野さんのインスタツイッターそちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。では次回も楽しみにしておいてください。噛みすぎだ。ご視聴ありがとうございました。See you.